今回お送りするのは徳川家広さんと語り合う司馬遼太郎。豊臣商事が徳川政務に乗っ取られそうだから必死で。司馬遼太郎といえば今年生誕100年、今年当主になった家広さんと後輩の私たちが語り合うスペシャル回です。ただ小説を消費として楽しむだけではなく、もちろんこれから生きていく人たちにもぜひ見てくださいね。